やっぱりこの趣旨のこのタイトルというかこの部分が一番僕がやっぱ高校生と話したかった。まあ、東京のレイスローメっていうところから、流通経済柏高校に入ったわけですけど、まあ、まずその経緯としては、まあ、みんなも多分悩んだかもしれないんだけど、まあ、ユースチームに行くのか高校のチームに行くのか、いやどうしようかなって思った選手も中にはいると思うし、まあ、僕もその中の一人だったんですけど、高校サッカーの方がサッカーに時間割けるかなっていうので流通経済大学柏高校を選んで、まだ今みたく全国大会に出れるような、高校のレベルではなかったので、まあ千葉といえば市立船橋高校っていうような状況で、いや打倒市船みたいな感じで、琉球に入ってきました。そのまま、流通経済大学に上がり、流通経済大学4年の時に、海外にまあテストトライアウトのテストを受けに行って、J リーグには行かずに、スロバキアから始まってルーマニア、イングランド、ベルギー、ポーランド、アイスランドみたいなチームを、行ってきました。で実際に滞在したのは、イングランドとベルギーに、滞在して、まあ、そんなに長くやったっていう感じではないんですけど、海外も経験してきました。で日本に帰ってきて、怪我の影響もあって日本に帰ってくることになり、その中で J リーグでプレーさせてもらえる、チャンスをいただいて、清水エスパルスに、加入することになって、でその後、サガン鳥栖に移籍して、で今の FC 東京に至るという状況です。正面キャッチができるようになると、その理論でいろんなことが、まあキャッチング、ダイビングのキャッチングだったりとか、そういうものも、おおよそ、予想がついてくると思います。なので今回はキャッチング、正面キャッチのことだけに関して話していきたいなと思います。僕の方で正面キャッチ、これ一番、癖としてやってたのが、まず挟み込み。でこれは挟み込みに関しては、ただもう本当に今すごい極端な話、こういう風に挟み込んでるようなだけが挟み込みじゃなくて、みんながボールが来ます、形作ってんだけど最後のところでこうやって挟んだらもうこれ挟み込みだから、わかる？でみんなが多分構えてるボールの形が、今ちょっとみんなちょっとボールの形だと思って、ボールをキャッチしてると思って、ボールをちょっとキャッチングの形手出してもらっていい？自分がこれだったらキャッチできる。そう OK。 みんな結構手が、まあこの親指をこの位置またはこの位置ぐらいにしか止まってないよね。でも俺の場合は結構手ここぐらいまで持っていくの。なぜかというと、まずキーパー、シュートを打ってきたボールが真正面からバーンって来た時に、まず手のひらをこうやって返してるような状況だったらまずキャッチはできません。なぜかというとここ壁になっちゃってるからね。だから結局ボールを包めるだけの大きさ、大きかったらはめ込むってことになっちゃうから、また挟み込むと一緒なんだけど、ボールの大きさをしっかり作ってる状況で、かつ親指をしっかり使える、親指、人差し指、まあ、指先をしっかり使えるような状況をしっかり作ると、まずはめ込むってことができます、ね、でもこの時に親指の力とか弱いと、ここだけでポンって飛ばされちゃうから、キーパーが強くならないといけないのはやっぱり親指、特に親指の力は絶対強くなるんだ。で指の力は強くならないと、最後微調整する時のこのはめ込むっていう作業はやっぱり指のところで押さえるってことになるからね。だから指の力っていうのはすごい大事になるから、そこは
鍛えないといけないところ、自分は聞きたいのが、まあ、自分は今高校卒業してプロ目指してるんですけど、その林選手が先ほどおっしゃったように、そのプロになってからまあキャッチが大事っていうの分かったって言ってたじゃないですか、それ以外でなんか今やっといた方が、これは今やっといた方がいいみたいなことってありますか？そうだね、やっぱり常にそのこの12人はキーパー仲間であり、本当に負けてもらっては困るぐらい、まあ、もう一人一人が負けちゃいけないライバルだと思うのね。で、この12人だけでこのプロサッカー選手を誰にするかって選ぶんだったらこの中で争えばいい。だけどこれは本当にメンタル的なところになっちゃうんだけど、やっぱプロに行っても、いや俺の方が実力いいのに使ってもらえないだったり、俺の方が絶対使ったら上行けるはずなのにとか、なんであいつの方が失点してんの俺の方使ってくんないんだとか絶対思う時があったり、腑に落ちないような時って絶対あるんだよね。多分龍慶のこの中のメンバーの中でも、じゃあ A チームのスタメンで出るやつってこいつだって決まってたとしても、俺の方がいいパフォーマンスできるのになっていうの絶対あると思う。だけど、じゃあ出れなかったから、じゃあ俺ダメだなっていうメンタリティっていうよりは、常にこのもう、じゃあ自分の年代、最低でも自分の年代の、この他のチームを含めて、俺が一番だってなれるような状況をやっぱ作らないといけない。プロに上がるためには、やっぱその年代で一番ならないと、他の年代の一番たちが来てるから。じゃあどうやったら自分がその中の一番になれるのかってなるわけよね。そうするとじゃあキックの面だったり足元の面はじゃあどうなんだ、セービングはどうなんだ、プロのレベルはこういうことができてる、俺はどうなんだってなるわけ。じゃあもう一段階、海外行きたい、海外行きたいってなったら、いやどういうのが必要なんだってなるわけ。そこを考えてトレーニングに取り組むだけで、やっぱりそのエマニュエルのそのトレーニングにしす取り組む姿勢が変わるだけで絶対レベルアップすると思うし、やっぱりそこの部分で食らいついてやろう、こいつから全部吸収してやろうとか、この言ってる人から全部もうもらってやろうとか、いやなんならこの誰、そんな今差があってこの人うまいなと思ってもこの人のを超えてやろうって絶対負けてるって思いを持っちゃダメだ。その瞬間は負けてたよね。そこでもう負け認めたら多分負けだ。やっぱりそこの部分が一番大事、プロになる中で。技術ももちろん大事、技術はもちろん大事なんだけど、この中で例えば怪我しました、ああもう俺ちょっとダメかもなとか、それになっちゃうとやっぱりプロの世界になったらやっぱり自分がパフォーマンスいいのに外国人連れてこられましたとかね、フォワードだったらキーパーのとこもそうだよ、外国人枠がもうどんどん少なくなってる中で、じゃあ外国人連れてこられました、一流の選手連れてこられました、でもそいつに負けてたらじゃあもう出れないわ。でその時にじゃあ自分がそこのチーム残ることも移籍することももちろんあるだろうけど、結局自分が上手くなったり自分が成長しなかったら多分プロの世界って出れない。だからそこは龍慶で切磋琢磨してるこの状況がプロバージョンってこと、プロバージョンで争わないといけない。で、プロになるためには、やっぱりそのみんな、結果も実力も伴わないと、プロにはなれない。でも、みんなまだチャンスあるの。16歳、17歳、18歳でしょ。まあ、15歳もいいのかな。15歳、16歳、17歳。そんだけあって、俺は34歳。なんだ、半分の選手がいるわ。ね、
年的に半分の17歳若いわけだな。17年分戦えるわけだけど、1日を無駄にしてると17年がすぐ経つ。俺のレベルまでにも来ない。だから17年間あったら俺のレベル来れるからね。本当に俺もみんなみたいな選手の一人だったから。だからそこの意識はみんなが違っても、フィールド選手の龍拳のみんなが違っても、自分たち俺は違うんだっていう状況にしないと、そこがやっぱりプロになれるかなれないかの違いかもしれない。技術ももちろんあるけど、だからそのメンタリティは常に持って、エマニエル特にね、こうやって質問してくれたけど、そういうふうに持って、臨んでほしいなと思います。自分は、この間初めて高校入って公式戦に出してもらって、どんなに試合を積んでも必ず少し緊張してしまうとこがあって、でそれで林選手流のその気持ちの落ち着かせ方っていうのがあったら聞きたいなと思いました。そうだね、なんか緊張はしていいと思う。てかしないのはちょっと難しいんじゃないかな。もう全く緊張しませんよっていうのは多分難しいと思う。たださっき言ったように、どうやったら俺シュート止めれるんだろうとか、どうやったらこうなんだろう、セカンドゴールに早く行けるんだろうとか、どうやったらゴールを守れるかってことを知ってれば、いつものプレーすれば俺守れるじゃんっていうのが分かるわけ。それを持ってるだけでいつも通りのプレーをしようで大丈夫。ただそれが技術が不安定だから、ミスしちゃったらどうしよう、こぼしちゃったらどうしような。でももちろんその技術を持ってても時にはミスすることもあるし、うわこのミスでシュート決められて失点して負けちゃったってこともあると思う。だけどその技術を持って知識を持ってる状況で挑むのと、何もこう感覚と雰囲気とノリだけでいっちゃうっていうのとの違いはあるね。だからそこの部分を考えてトレーニングして自信持った状況で臨むときはもう思いっきり臨む。はい、うん、ありがとうございます。じゃあこれはもう最後にします。本当にね、僕は千葉の、龍図経済大学柏高校出て、やっぱりすごいその高校年代のキーパートレーニングってすごい自分の身になってると思うね。だから千葉では龍慶であってほしい。市船にも負けないでほしければ、他のね習志野だったりとかいろんなチームがいるけども、やっぱり龍慶が一番であってほしい。やっぱりその中心にはやっぱりこのキーパーたちがいてくれないと絶対成り立たないんだよ。で成り立つためにはやっぱり君たちが自分たちで自分自身で成長する意識持って、やっぱりトレーニングに励まないと、やっぱりその龍拳を支えていけないと思うし、やっぱこっからね、今の3年生が卒業したりしたら2年生が3年生になり、1年生が2年生になり、でまた新中3の子が来る。でもそういう子にも引き継げるぐらいキーパーの伝統っていうのをね作ってってほしいなっていうふうに思うし、やっぱ今もう本当に龍慶といえば全国の本当に強豪校の一つでもちろん言われてるんだけど、やはりその中でもいやもう群抜いてるよねになってほしい。やっぱそれぐらい本当にみんなには期待してるし、今日はこういうミーティングを本当に組めたことを、すごい、嬉しかったですし、本当にみんなの成長を期待してます。これで、僕も本当にしっかり怪我直してね、みんなにそういうプレーを見せれるように本当にね、あと2、3ヶ月かな、2、3ヶ月で復帰したいというふうには思ってるので、本当にみんな高校サッカーかもしれない、僕は J リーグの方かもしれないけども、
ね、カテゴリーが違うだけでサッカーという本当に同じ世界で戦ってるので、あの本当に勝負の1年、頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。